うんこちゃん生配信が来たる31日に無期限の延期になるか話しましょう。ここで語っていない部分を話しましょう。本音を話しましょう。ここでもう本音を言うわ。もう全部本心を言うわ。あれなんだよね、彼女には別にバレてんだよ。要はね、彼女にはバレてんの。録画すんじゃん、録画すんなよお前。彼女にはバレてんだよ。でもこの生配信っていうのはバレてないの。録画せんでくれ、録画せん。お前ら心の中に、心の中に留めろ。じゃあバラそうぜ、バラすなよ。違うね、そんでね、もっとね、もっとすごい秘密があるんだ俺には。そんなことより、そんなことよりもっとさ、あれなんだよね、実はさ、俺同棲しててさ、彼女と。本当にガチでね。で、ま、彼女と俺同棲してんだよ。じゃ、気づいてる人もいるだろうけどさ、最初っからね。じゃ、大家は彼女じゃない。大家はガチで大家なんだよ。俺彼女と同棲してんだよ、何気に。彼女は仕事柄ね、まあ、仕事柄っつったらこれで誤解を生むけど、別に彼女は真っ当な夜の仕事とか別にしてないんだ。そう、彼女がいない時に俺配信をしてるわけ、今とかね。ちじゃねえよ。彼女がいない時に俺配信してんの。ガチで、でもガチ同棲してっから、あのさ、たまにさ、無音配信とかやってる時は、あれ彼女が隣の部屋にいるの。で、あ、彼氏、あ、彼氏は普通にゲームやってんだな、みたいな。ニコニコのことはもうバレてんだよ。ニコニコのことはな、バレてんだよ。そこはもうどうでもいいんだよ。ただ、生配信のことはバレてないんだよ、もちろんね。別に隠すことじゃねえんだよ。要は、ニコニコ言ってんだから、そう、隠すことはねえんだよ。ただ、あれなんだよ。そうそう、俺は隠す気もねえし、気づかれても、気づいても彼女は何も言わないの。別にね、こんなことバレてないつもりだったの。じゃあバレてないつもりだったのとか隠してなかったんだよ。俺の、お気に入りのところには別に普通にここ入ってるし、ニコニコの、彼女は俺の ID 使ってニコニコ見てるから、別にそう、俺が上げてる動画はいつでも見れるわけよ、彼女は。俺の ID から見てるからね、ニコニコ動画を。彼女もニコニコ動画見るから。ただね、その生配信始めました。生始めました。家にいたら、やっぱ生配信したくなっちゃうの、なんか知らないけど。なるじゃん。なるじゃんっつうか、なんの。俺はね、他の奴ら知らねえけど。始めたばっかりっていうのはあれだと思うけどさ。生配信したくなりました。でさ、彼女が帰ってきます。そうすると俺は辞めるわけ。あ、もうや、なんか辞めようって、なんか後ろめたい気持ちがすごいあるの。すごく後ろめたい。なぜなら、俺が今まで、あれなんだよ、そういう人たちをバカにしてきたから。自分が、そういう過去があるからね。気持ち悪いな、みたいな。ちっちゃいガキンコロの俺がね。そう。しょうがない。でもそれは、もう本心だから。そう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 。いざ、じゃあ、でも、まあ、聞け、最後まで。そう。そういうの分かる人絶対いるはず。聞く分には面白い。本当に。そう、じゃあ、まあ、最後まで聞こう。それでね。で、いざやってみると、自分も、そう、ハマってしまうわけだよ。得てしてね。ただね、そう、一番の根本的な理由があるんだよ。マジで。これは綺麗事を言ってるわけじゃなくて、一番の根本的な理由を今から話す。なんか、それを機に、その生配信を始めたことを機に、やっぱ外に遊び、一緒に今までね、本当に仲良しだったの、マジで。今2年半付き合ってんだけど、すごく仲良しだったんだ。マジでね。すごく仲良し。
喧嘩も毎日するけど、そう仲良しだったわけなんだ。すごくな。で、その、そうなんかね、そう、デートとかの回数がね、やっぱ減るわけなんだよ。なぜなら、根本的な理由に仕事終わりました。そう、典型的ネット中毒なんだよ、このままじゃ。でも、俺は生配信よりやっぱ彼女の方が大事なんだよ。完全にね。そこがでも矛盾してるんだよ、俺は。でも、俺は生配信より彼女の方が大事だって頭では思ってるけど、やってることは、その彼女、もう彼女サービスとか俺その言葉も嫌いなんだよ。別にサービスじゃないんだよ。別に好きだから一緒にいる、一緒にいる、なんていうの？だから彼女と遊びたくなるだろう。そう、趣味でやってる範囲なんだよ、俺は別に。そう、趣味でやってる範囲なんだけどさ、まあ、そのさ、彼女を、なんていうのかな、そんな思いさせてまで続けることじゃねえじゃん、あんまりな。一個ね、簡単な解決法がある。別に、生放送も続けられて、彼女とも遊べる簡単な方法があるんだよ。そう、バランスを保てばいいんだよ、ただ。でも、俺のね、仕事上、週一でやりますとか、そういうね、わかんないんだよ、マジで。いつやるか、わかんないんだよ。決めらんねえんだよ、帰宅時間もさ、早い時は6時。遅い時は11時過ぎちゃうんだよ。俺土日休みだね。今月は土日休みだけど、本当に偶然ね。来月からもう土日休みじゃねえわけなんだよ。現状さ、別れようみたいな話じゃないよ、もちろん。なんかそういう空気がさ、寒いじゃん。悲しくなるじゃん、自分が。マジかよ、みたいになんない？なんじゃん、多分。なっちまうんだよ、そこは。ちょっとね、いろいろ苦労をさ、かけてきてしまった彼女だからさ。ため撮り、ため撮りってさ、お前それあれじゃねえか、ニコニコじゃねえか。だったらニコニコ、そう、だったらニコニコやるわってなるじゃん。そうなんだよ、もうでもさ、こういうあれなんだよ、大なりイコールじゃねえんだよ、もう。やっぱさ、自分の中で、生活の中でさ、こういう風にしていきたいわけだよ、俺はね。昔はできてたんだよ、本当に。昔は。別にいい加減にやってたじゃん。お前らが、お前らのことも考えずに。俺がやりたい時にやって、やりたいようなことやって、別に、なんていうの、大してコメントも読まずに。好き勝手やって、好きな時にぶつ切りするみたいな。告知もしない。だからさ、タバコをやめる時に本数減らしてってやめるみたいなやつってやめらんないじゃん。だってさ、楽しいじゃん。それ楽しいじゃん。面白いんだよ、要は。うんこちゃんとね、あれしよう。じゃあ、ガチのさ、命。自分の命が一番大事でしょ、まず。二番目に大事なのが会社なんだよ、今はね。現状だよ。現状。まあ、3番。まあ、生彼女にしとこか。現状ではそうなってしまってるわけだからね。こう。こういうわけなんだよ。そう、だから配信を減らす以外の選択肢があるから俺は今言ってんだよ。過去の実況動画見られても大丈夫だよ。大丈夫だから別に隠してないわけだよ。別に隠すことじゃないよ。違う、でもこれはかなりハイレベル、自分の中でハイレベルなところで争ってんだよ。ハイレベル、ハイレベルなところでこの3つ争ってんだよ。他のだから、じゃあでもこれはだからハイレベル、かなりハイレベル、この3つはいつ順位が変わってもおかしくない。でもあんだよ。じゃ、でもここの順位は基本的に変わんないんだよ。だってさ、男、まあ俺、こういうね、男だからとか女だからとかね、言うのはあんまりあれだけど、ここはあえてね、言わせてもらうけど、男はやっぱさ、しょうがないじゃん。俺も働きたくねえよ、そりゃ。本当に心底からもう、働きたくないでござるって。そう。
やっぱね、彼女を食わしていくためにも、もうこれはもう論外、論外なぐらい、やっぱ一番大事でしょ。働きたくないでござるとは毎日思う、毎朝思うよ、ほんとに。そうそうそう。でも要はさ、これはさ、俺だけのためじゃないじゃん、もう。彼女、自分の両親とかの責任もあるだろ。でしょ？だからここの順位もなかなか変えづらいんだよ。要は、こいつとこいつと3番手争いになってくんじゃん。こうやって。8は蚊。蚊はもっと下だよ、ほんとに。まあ、じゃあ分かった。基本的なうんこちゃんの生活を書くわ。6時半起床。起きる。そう。仕事って金も、働いて金もらうためのさ、場所だけだと思ったけど、まあ、いろいろさ、しがらみが起きるじゃん。で、7時に、家を出る。で、ずーっと働いて、まあ、遅い時な。あ、まあ、じゃあ普通にしよっか、普通。21時起床、あ、21時帰宅。21時に帰宅すると。消すんだったら書くなって感じで。そう、21時帰宅。ほんで、2時間、勉強、仕事絡みの勉強をするとする。23時。まあ、寝るのがいつも1時だから、1時に寝ると。で、6時半に起きる。こういう生活をしてたわけだ、俺は。こういう生活をしてたの。まあ、ここはもちろんさ、毎日できない時もあるよ。毎日できない時の、毎日できないことあるけど、これはでもすごい大事なことなの。今、現状ではね、やれって言われることがあるからやらなきゃいけないじゃん。でもだ、ここにさ、多分生配信が2時間食い込んできました。生配信終わるのが2時半です。課題やり始めます。そうすると、もちろんさ、9時から11時までやるのとさ、23時から1時まで課題やるのじゃさ、なんと全然さ、モチベが上がんないしさ、もう眠いしさ、やってらんねえわけよ。そうすると課題の内容もぐしゃぐしゃになる。課題もぐしゃぐしゃ。で、睡眠時間も減るわけだ。睡眠が減る。そして起きて仕事に行くわけだ。こっから。そうすると仕事まで影響してくるわけだよ。要はね。それが今の一番の、彼女のことより一番の俺のあれだわ。それが。悪循環なんだよ、すごい。テラ悪循環。だから、そう、6ポケだけにしようかなと。彼女逃がすって。おめえ、ポケモン、俺の彼女ポケモンだと思ってんじゃねえぞ。もうやめるしかねえんだよな。だからやめるしかねえんだよ、要は。行っちゃうのようにさ。なんつーの？休みの日にさ、ダラダラとやるさ、生放送とさ、あれは思考なんだよ、マジで。そう。お前らも楽しいはず。なぜなら俺がやってて楽しいから。うんこちゃんは加算と違って PC の知識もともと持ってたの。PC の知識は、あれなんだよ。ワッサンの知識なんだよ。ワッサンに俺は全部聞くから。ワッサンが俺のパソコン、俺のブレイン、真のブレインは R ブレインじゃねえんだよ。ワッサンなんだよ。ワッサンは本当に神がかってるからな。ワッサンスペック高えぞ、おめえら、本当に。真のブレイン、俺はさ、ブレインを、ブレインは、あれだよ。真のブレインはワッサンだよ。マジで。真のブレインはワッサンだよ。楽しいんだよ。ほんとに。あのさ、ワッサンとさ、夜さ、昔ながらのお菓子を食いながらさ、やる生放送は至高なんだよ。ほんとに。一週間の疲れをさ、吹き飛ばすんだよ。ワッサンとの生はね。楽しいんだよ。ほんとに。俺の中に彼女、まあね、そう。継続してね、もちろん彼女とも付き合っていきたいから。DS 。
子供ができたら、子供ができたらやめんだろ、そりゃ。もうそれがさ、もう優先順位がガラッと変わるよ。優先順位がさ、全く変わっちゃうだろ。そんなんだったらさ、もうさ、やっぱ多分おそらく子供ができたらさ、わかんない、俺できたことねえからわかんねえけどさ。この辺、もうこれと同類ぐらいのところに来ちゃうだろ、こうやって。来るだろ。まあ、いわばお前らもオブチルドレみたいなもんだけどな。こんな無告知でさ、ここにこんだけ集まってくるってことは。ある種、あれだよ、俺の種だよ、お前らも。だけどね、生配信ってやばいんだって、時間経つの超早いんだって、今日だってさ、もう1時間経ってんだよ。そして結論。だから分かった、ちょっと、あれなんだよね。やっぱりさ、大人、もういい大人なんだから、うん。いい大人なんだよ。うんこちゃんも、いい大人なんだから、やっぱりね、我慢するべきなんだよ。すべてを。でもね、週末だけっていうのはできない。うん。週末だけっていうのはまず無理だから、しばらくちょっと休むわ。しばらく休んで、しばらく休むわ。でも31日までは、31日もう、今週も忙しいから、そう、もうどっちにしろ次の生放送31日なんだよ。31日ね。で、これはもう全力でやるわ。クリスマス、お前クリスマスこそ彼女と過ごさなきゃダメだろ。でもあれだぞ。もう決めたら俺は、小休止はする。まあ、11月いっぱいは休もう。とりあえずな。11月いっぱいは休もう。生配信。休止。そんで、その間にまあ適当に考えて、あ、そうしよう。で、ページも一旦削除しよう。このな。じゃあ彼女帰ってきたから終わりにします。さよなら。